アルス・エレクトロニカ・センターは、オーストリア・リンツにある博物館、美術館、科学館。デジタルアート、メディアアートなど、現代の作品を展示、収蔵している。リンツ視聴者のドナウ川対岸に建てられている。アルス・エレクトロニカによって運営されている。1996年に、アルス・エレクトロニカ・フェスティバルの概念を年間を通じて、体験できる場として開館。 2009年に新創開業。この年はリンツが欧州文化首都として選定されたこともあり、展示内容を刷新、充実した。芸術性と科学性を重視した上で、ライフサイエンス分野にさらに重点を置いた内容となった。アルスエレクトロニカセンターインリンツ、オーストリアイズアンエイソアウトリーチパートナー、オーガニゼーション、1996年開業時の建物に加え、 新築のツインタワー、メインギャラリー、アルスエレクトロニカフューチャーラボの真空間からなる。建物が1100枚のガラス板でできた5000平方メートルのガラス壁で覆われており、そのガラス1枚1枚には色の変わる LED バーが設置されているため、建物全体は巨大なディスプレイのようになっている。同じ建物内に新しいサイバー、アート技術を研究、創造する。 アルスエレクトロニカフューチャーラブがある。ありがとうございます。